静かにしろ、そこから動くな、身動き一つするんじゃない。ダメだ、このクソったれめ、もちろんお前のことじゃない。よし、安定した信号が入ってきたぞ。ターゲットは倉庫の中だ。だと思ったぜ。だが探知機は小玉の花の場所へと導いてくれるはずだ。倉庫へ向かえ、そこで連絡する。どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。ピンサーが人使い荒いもんでじゃな。オッケー、倉庫の入り口に着いたな。いいぞ、中に入れ。ターゲットは東にいる。そこにシャッターがあるはずだ。牢獄に繋がっている。かなりの距離があるぞ。グビグビ、ほら急げ。グールに小玉の花を取られて、見つからない場所に隠されたくなかったらな。なんじゃと？倉庫の牢獄でシャープの小玉の花を見つけるじゃと？というわけでじゃな、小玉の花じゃないかこれ。小玉の花って前にもやらなかったか？倉庫の牢獄じゃからちょっと面倒いクエストじゃな。倉庫の牢獄に行く前にこのクエストを一緒にやるといいじゃろう。そんでもってピンサーのシェルターへ向かうのか。ということでピンサーのシェルターに着いたぞよ。今度はどうなっていくのじゃ？なんでお主らがいるんじゃ？少しばかり面倒なことになっておるの。よし、これでお主は終わりじゃ。他にもいるのじゃろうか？何か見えたぞ。この先にいるではないか。メロメロ、二人いるのか。しかしどうじゃろうか、こやつらは他のマップで出てくるやつらよりも弱いのか。そんなに弱いということでもなさそうじゃない。そこそこ手強いわこれ。甘く見てるとやられる可能性も。こやつらは霊のあれを持っているのかのう。ダークシャドウ、持ってる持ってる。というわけでピンサーのところにでも行ってみるかのう。俺が安定化シールド発生装置を修理している間に、あそこのタレットを直してくれ。なになに、タレットを直せじゃと？自分で直せやー。まあ仕方ないのを見てみることにしようかのう。これかこれ。うわ、まともに直さなければいけないじゃないか。鉄板20個とダクトテープ20個はなかなかハードル高いぞ。しかもタレット見て直せってか。ということでじゃな、タレットを直しに来たぞよ。一つのタレットはすでに直してある。最後のタレットを直してじゃな、どうなることやら。ダクトテープを入れてじゃな。これで建造ボタンをポチッとな。なんぞ、ピンサーと話をしろってか。ピンサーはしつこいからの。ジャップ、シェルターのセキュリティシステムをチェックしろ。ゲフ、これで全て大丈夫なようだ。これが小玉鏡だ。有益な情報であることを願うぜ。シャープがエピセンターで飲んでいるだけの記憶じゃなくてな。そんでもってなんじゃ？デコーダーの机で小玉の花を解読するじゃと？だからこれ前にやっていないか？ということでデコーダーの机で小玉の花を解読することに。何回やるのこれ？しかも30分かかるのは前も一緒じゃな。そんでもって30分後、解読済みとなっておる。これを受け取ってじゃな。
解読された小玉の花を使う。だからこれ前と同じだけだよ。ほら同じじゃないか。しかしシャープの日記、記憶さんとなっておる。記憶さんとなっているってことはずーっと永遠に続けられるではないか。記憶その100とかな、わら。またピンサーのシェルターに決定か。ということでピンサーのシェルターに来たのじゃが、早速敵がいるじゃないか。次の敵は何ぞ？タッガーか、これならまだいいわな。しかしこれ、ダークゾーンに行けない状況となっておる。クエストをこなしていくことでダークゾーンに行けるようになるのじゃろうか？現在はいけなくなっておる。黒焦げで最後じゃな。これでピンサーと話せる。話なんてしたくないがな。記憶が途中で途切れた？小玉の花を見せてくれ。グビグビ。畜生、途切れやがった。お前が持っているのはアーティファクトの半分だけだ。なぜ気がつかなかった？グールが壊したに違いない。ガラクタ半分で何をしようってんだ。倉庫に戻れ。ほら、小玉鏡を持っていけ。ゲフ、俺は今日は気分がいい。なんじゃと、なんじゃと、なんじゃと、なんじゃと。倉庫の牢獄に戻るじゃと。ラ牢獄って。ということでじゃな、ピンサーは人使い荒いということじゃな。次は牢獄となってしまったから準備をしなければいけない。これはちょっと後じゃな。ちょっと話が変わるがお知らせがある。いろいろあってじゃな、動画やゲームがプレイできなかった事情があってじゃな。だいぶ期間が空いてしまった。そのわけを次回の動画でお知らせするぞよ。わしのチャンネルは腰痛でのお知らせ機能が使えないもんでじゃな。それがあれば簡単にお知らせができるのじゃがのう。過疎チャンネルだから仕方がない。うるせー。うっき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 。